しいのエスコールジャパン。こんばんは皆さん、あの、はい、おなじみな感じになってもらいましたけど、今週もね、はい、シャムシェイドの話をして、はい、気持ちを我慢しつつ、もう、もうそろそろ喋ってもよくないですか。いやーどうしますか。でも今週もくだらないやつ、くだらない、言いましたか、どっちかっつったらくだらないやついきましょうか。はい、そうですね。ちなみになんか、はい、なんかありました。一つ言いたいことがあって、はい、あの僕前ジムに、はいはい、あの日向取締役に騙されて連れてったって、はいはい、ああなんか噂ありましたね、はい、ただって言われて、はい、行ったら3年ぐらいかかったっていう、はい、そしたらその3回体験キャンペーンがあって、うん、終わったらあの、はい、なんか初期費用みたいなのがかかんないで入れるんで、はい、行きましょうよって言って本登録させられに連れて行かれたの、うん、すげえ拒否ったんだけど、 そうですね、はい、そしたら行ったらなんか2万円ぐらいかかって、はい、おで隣であいつなんかあの紹介者キャンペーンで1000円分のギフト券もらえますとかって渡されてニタニタしながらちょっと前帰って自分プラスになっちゃってそうそうそう、大学はとりあえずお金払っちゃったみたいなパティってことですね。殺します。はい、後で殺しましょう。はい、で僕のあの話もちょっといいですか。はいはい、はい、あの昨日夢を見たんですけど、あの僕とひなさんがゾンビに追われる夢を見て、ゾンビに追われる、はい、でその後ケイマさん出てきて、まあ、ケイマさんがゾンビに食われたんでうちら逃げましたっていう夢を見ました。はい、うん、ありがとうございました。はい、ね、はい、行きましょう。ということで、はい、今日はですね、はい、先週の、イベントですね、はいはいはい、レイズとニュースの合同イベントやったんですけど、その時にですね、うちの S コレクションで、一番のモテを決めようということで、そうですね、はい、お客様にアンケートを取りましたと。はいはい、はい、でそのね、うちの S コレクションのモテをトップ3を発表しようかなと思いまして、今日は来てるんですか、もしかして。まあ来てますね、はい、来てますね、はい、来てます、来てます、この目の前にいる方が、目の前にいますね、はい、いますね。ギャラリーではない、ギャラリーではないですね、はい、こんなイケメンギャラリーいたらちょっとびっくりしますけど、はい、あのトップ3を決まったんで、はい、まずそちらの発表しようかなと思いますので、じゃあ3から行く、はい、まず3から行きましょうか。登場してもらいます。はい、トップ3は、クラブニュースからね、まあかっこいいですね。そうですね、はい、新人さんですね。新人で髪の毛長くてちょっと僕は学生時代友達になれないかなっていう経験です。よろしくお願いします。かっこいいですね。俺のすごい好きな雰囲気だよね。いや、あの髪型といいね、あの絶対女の子にモテるだなっていう顔、絶対モテてきただろ、モテてきたらだなって感じ。まあ僕と同じ人生を多分歩いてきた、まあそうそうですね、やっぱり。いや、何でもいいです、何でもいいです、はい、はい、あのはい、まあ自己紹介お願いします。どうですか。あ、カメラの方に、はい、どうもクラブニュースのケです。お願いします。よっしゃい。なんか葬式見てるみたいです、ね、葬式見てる、絶対あの、あ、黒からですか。顔が、顔が、あ、後ろじゃなくてですか。はい、今日かぶ、今日かぶ、いや、あえて今日かぶらないので服着てきました、はい、そうですね、ニュースのね、ケイ君が、はいはい、トップ3、どれしたトップ3の感想を聞こうかなと思ったんですけど、先に出演者を出しましょうか。そうですね、はい、とりあえずドヤ顔でした。はい、そうですね、いきましょう。続いてトップ2は、トップ2はクラブ、クラブレイズから、レイズから来ましたね。まあ来るだろうなって感じですかね。そうですね、匠の大好物ですね。はい、付き合い長いです、はい、ありがとうございます。ミサキホタル店長さん。俺匠の食べ物じゃないから。いやいや、違います、匠の食べ物じゃないから。まあ、あの正直言うと、あの集計してる時に、まあ3位以内に入るかなって感じの気持ちがすごいしてましたが、はい、あの、はい、でも自分で来るだろうなと思ってたら、ね、まあ思ってるじゃないですかね。ただいやらしい、店長はすごい結構謙虚だから、そういうの言わないじゃないですか。心の中ではね、なんで俺一番じゃねえのぐらいの勢いだと思ってるとは思います。はい、それ匠でしょうね。いや、そんなことないです。はい、ということでじゃあ1位いきましょうか。はい、1位いきましょう。はい、1位はですね、なんとね、レースコレクションモテ男ナンバーワンは滝川亮ではな、あと入ってました、入ってました、集計入ってました、入ってました。28位ぐらいにいました。はい、結構最下位ですね。最下位の方ですね。で、いきましょうか。ナンバーワンはクラブニュースから、ニュースから、ニュースから、知らぬいのぞみ知らぬいです。ちょっと、ちょっとズドーン、ちょっとよ、
僅差ではあったんですけど、すごい、中間の発表からずっと1位だったっていうところで、さすがって感じですね。そうですね、さすがです。顔よし、顔よし、スタイルよし、ね、ニットもよし、ニットよし、赤パンツよし、赤パンツよし、一人葬式っぽくないかな。もうすべてよしって感じですね。でも、モノマネのクオリティは 20% 全然、今日も出るかもしれない。今日も出るかもしれないですね、見たいですね、久しぶりに。ちょっとあの十字架かなんかこうカモメみたいになってるけどね。あ、そうですね、カモメみたいな、ちょっと海みたいな、カー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 聞こえますけど、はい、ごめんなさい。やっと色付きの服が来たって出てますね。ナンバーワンは京介しかいないってなってますけど、うん、そうですね、私2票しか入ってません、ね、2票しか入ってません、ね、しかもあれ書いたのはケイマさんですからね。へこみますね、へこみますね、本当にそんな感じで、はい、ワン、ツー、スリーで、ワン、ツー、スリー、はい、そんな感じで今日は放送しようかなと思うんですが、はい、でもね、このまま行きたかったんですけども、はい、まあ、モテオをあの褒めたたえよ、褒めちぎろうっていう回なんですけど、やっぱりあの比較対象がいないと、そうですね、やりづらいなと、まあ、トップ3だけ見てもみんなイケメンだから、うんうんうん、もう差が分かんないじゃないですか。そうそう、で、うんうん、さっき実はあのオープニングにヒントがあったんですけど、はい、あの匠の夢の話だよね、はいはい、あのゾンビ、はい、ゾンビ、はい、そう、はい、ありました、ゾンビがすごくヒントだったんですけど、はい、ゾンビがヒント、ゾンビがヒント、ゾンビやばいっすね、うちのエクスプレッションの、はい、モテオ総選挙、モテオ総選挙、はい、ハエアル、ハエアル最下位になったのは、最下位になったのは、なんと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 、はい、なんと、川崎りちんさんです。ちなみにあの注意事項を先に言っておきますけど、ジンさんは今日特別にあのお情けで出演になったんで、はいはい、最下位なので、はい、他に出演した方いっぱい人もいるんですよ、はい、そうですね、なんで今日ジンさんは何を話しくられても、うん、よいしょしか言えないことになってるんで、え、マジですか、本当ですか、ジンさん今日の気分はどうですか、よいしょ、おおすげえな、ちゃんと処理できてますね、うん、今日雪降りますかね、よいしょ、ですかね、誰か僕にも質問してくださいよ、曲も黒いですね、よいしょー、あ、ごめんなさい、すいません、すいません、ごめんなさい、ほんとすいません、はい、こんな感じで、今日はね、この6人でお送りするんで、はい、30分ですが、しばしお付き合いいただければと思います、お願いします、お願いします、はい、ちょっとあの、話進めながらジン、これ作ってもらってもいい、よいしょ、あ、キャラに注意しますね、普段僕、自分の前に人がいないからちょっとあれですね、じゃあどうしますかね、まずはどうしますか、トップ3になった人たちのいろんなまず質問とか、そうですね、はい、あれば、まあ、見てる視聴者の方もこちらの4名に質問があるのであればどんどん、コメントを送っていただければと思います、お願いします、はい、はい、これからガンガンして、あ、じゃあ、はい、お願いします、とりあえずジンは今日何食べてきたの、よいしょ、おお、今の気分は、よいしょ、おお、今もう6回目ぐらいですね、そうまだあと10回ぐらい使いました、じいさん背中広いですねすごいなんか、うん、お父さんいや、やっぱりね、30何年間生きていたからね、この背中はあったかみ方、すごい分厚さが違いますからね、うん、いろんな人生経験、味噌汁飲みたいと思うよ、そういうことね、奥さん的な立場になっちゃいます、ところでじんは昨日いっぱい飲んだの、よいしょ、よいしょ、うん、おー、で、ケイ君はやっぱ俺も自分俺トップ3に入るだなと思うんだ、そうですね、まあ当然かなと、おー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 、いいね、いいね、いいね、いいよ、いいよ、いいね、正直あの中間の発表の時は入ってなかったんですよ、あ、そう、一発目入ってなくて、うん、2回目で確か入ってきたのかな、結構あのお客様がその2票を持ってるじゃないですか、うん、あの2票のうちの最後の方が、1人とケイ君、1人とケイ君みたいな感じのセットで結構ポン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 ってきて、うん、グイーンと伸びてきて、おーって思って僕もびっくりして、まあ顔は知ってるんで、あ、これ落ちないですけど、すいません、うん、全然落ちないですけど、ちなみになんか俺に関して罰さらすことなかった、あ、ありましたま、罰って何なんですかね、これ投票、あの集計に関わってないのに、うん、たまたま見た紙だけ京介代表のところに罰って言う、罰ってありました、気分悪い、まあ、僕もそれ見た時になんかいろいろあったのかなと、なんか、ね、あー、そうですね、はい、まあそんな感じですけど、どうですかね、何がどうですかね、振り方雑やな、だけどまあこのみんなメンバーは人生でモテてきたわけじゃないですか、マイク、あー、どうだろうね、どうだろうね、なんか、K に関してのエピソードを聞いたことあるんだけど、はい、ハイドが好きなんだよね、はい、そうですね、いやー、もうすごいす、なんかそのハイドに関係するエピソードが昔あったら、マイク、聞きたいな、実は弟とかじゃないですよね、じゃないですね、あ、じゃない、全然違いますね、ください、ください、そのくだりください、なんか昔、僕、ハイドが買ってる服屋さんによく行ってたんですけど、そんくらい好きと、
エビシマートね、そうですね、あ、はい、お願いします、お願いします。黒いでっかいサングラスをして、黒いでっかいサングラス、まあ身長が同じぐらいなんですけど、歩いてたら、あれハヤトさんですかみたいな、間違えられて、すごいでしょ、マジっすか、すごいね、すげえ、2回ぐらい、2回ぐらい、確かに介入来た時、ちょっとハイド来たんじゃないかと思いましたね。あ、もう、もういいから、もう音楽やめちゃうかな、お金持ってるけど音楽やめちゃおうかな、ポストやろうかなみたいな。ラストはあのグレー歌おうかなみたいな感じで。結構あのライバル、ライバルも嫌いなんじゃねみたいな。自分のバンド嫌いみたいな。でも望みはあのグレー派だからなんか K に対する当たりが厳しいってよく聞くんだけど。いやー、まあでも今はもうあの友好関係を結んでるんで。あの大丈夫。適当に言ったのに本当に。友好関係をね。結びましたね。いやーそうですね。ドキュメンタリーみたいな。はい。ドああ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 メッシーああメッシーああああ見たもん見たもんなんでバカにしてるの。いやこれは結構似てるところを撮ってるだけなんでバカにしてるわけじゃないですか。 K あれ見るためにイラッとする。そうそう、ちょっとイラッとする。たまにあの和を乱したくなる。ぐちゃぐちゃにしたくなる。せっかく作ったのみたいな。でも間違えられてひどい、すごいひどいようですね。すごいですよね。すごいですよね。ジンもよくあのなんかテレビでよくこの辺に線が入ってる人ですかって。ああ、なるほど。あのあれですね、あの刑法第何十条とかそれ系のやつですよね。僕間違えられたことないですもん、街歩いてて。ないっすね。俺はいつも氷室京介。いや、なんか最近氷室京介最近ずっと氷室京介だと。最近氷室京介が結構多いんですけど。はい。ないっすよね。ホタルさんとかあります？間違えられたこと。俺ただ単純に外国人に間違われる。うわぁ、外国人ね。外国人間違えられる。ということですよ。彫りが深くて、穴が高くて。はいはいはい。ってことですよ。僕イケメンですか。いや、もうまさにまさにまさに。やらしいなぁ。楽しいですよ、本当にもう。やらしい、イケメンです、本当にもう。好きだね。いやいやいや、本当にね、モテてるね。モテてるね、みんなね。本当は持ってるけど、モテない。今日モテてる人しか来ないですからね。でも店長も多分ね、モテたエピソードなんていくらでもあるだろう。モテたエピソード、例えば大本さんと歩いてて逆ナンされたとかね、ありそうですよね。男に逆ナンされたことあります。おお、マジっすか。モテは違うね。もう女の子の枠を超えてもう男の世界まで行っちゃってるみたいな。あ、行っちゃってなんかしてですね。行っちゃってるね。おしがぺんってなってる。おしがぺんって米に丸みたいな。ああ、はいはい、あの梅干しの梅干しの梅干しみたいな。はい、なりますね。それピーナッツですね。どうですか、コメントきてますか。ジンさん、あ、ジンさんコメント多いですね。ジンさんめっちゃ多いですね。ジン推しって書いてます。ジンさんエグザイルしようって書いてある。どうする。どうも出して売れないレゲエ、売れないレゲエシンガーだけど歌うちゃんと歌います。DJ できますね。はげまわりね、はげまわり、はげまわり。なんでやろ、誰がはげたよ。なんでジンさんいない人いるね。いや、間違いない。来てますね。時間も時間が。ハゲ回り、ハゲ回りじゃなくてハゲ回りってことですね。分かってくれた人いましたね。見るのをやめなよ。こんなコメ拾わないなら生で見る人ね。ごめんなさい。拾いましょう。あとの5人は嵐にいそうってことは5人ってことだよ。1人。え、誰だ。あ、ハゲ回りの他はってこと。ハゲ回り。フューチャリング嵐みたいな感じ。MC ハゲね。MC ハゲオヤのね。そろそろじいさん喋ってもいいんだよ。よしよくくりはもう大丈夫。じいさん解放しましょう。普通に喋って。もう少し頑張れます。いや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 、あのもう10回ぐらい行ったんで。だってこれで喋ったら、だったら俺も出たかったっすわっていう人いるよって。あ、そう、りょうちゃん、みんなわかります、みんな。うん、あまりにも似すぎててイラッとしちゃうんですけど、クオリティが高すぎて。左かっこいいね。左っていうのはこっちですかね。え、こっちかな。え、こっちかね。りょうちゃん、まあまあ、りょうちゃん、りょうちゃんだし、りょうちゃん、りょうちゃん。白い服の人がやっぱ相葉ちゃんかな。白い服の、あ、相葉ちゃんじゃない。相葉ちゃんすか。相葉ちゃん、松潤っぽいな。松潤、まあ、昔言われたことあります。これ相葉くんが割と言われる。え、いや、でも相葉ちゃん。ああ、そうそうそう、帰るぞ。いや、ずりーな。まあ、みんなそうですね。左は黒だって書いてますね。左は黒で、あ、こっちか。あ、こっちは黒で白ってことですね。クロちゃんがいるのかなって気がしますね。クロちゃん全然ですよ。あー、ごめんなさい、ちょっとすいません、すいませんね。サウナでクロちゃんとかって言ってたからね。マジっすか。言ってないっす。
ですよ、マジで。自分が黒いくせに。いやいや、全然言ってないですか。自分が黒いくせに。ディスったりしたいですから、僕、本当に。すげえ、すげえ。でも大好物なんでしょ。大好物でもないです。あ、蛍原店長、かっこいいってますよ。蛍原店長、かっこいいってますよ。あざます。そう、前の人もちゃんといじってあげてください。前の人もちゃんといじってあげてください。イケメン率高いね。嬉しい。でも 100% だったら全員イケメンだねみたいな。そうそう。ということは、下げてるのは30代2人バカ野郎。バカ野郎。30代も意外といいとこあるんですよ。あれ、例えば、はい、ないですね。ごめんなさい。はい。2位の人はカトゥーンの上田に似てる。あ、店長似てます。カトゥーンの上田。上田は全然かっこいいですよ。俺本当ない、本当ないです。誰に似てるって言われる？俺、城田優とかばっかりです。ああ、あのルーキーズの人ね。そうですね、ルーキーズ。ルーキーズの人。ルーキーズのね、あれだ、嘘だ。ルックイエス、ルックイエス。あ、城田優ファンです。すごい、読み方間違えました。ルックイエスじゃない、ルックイエス。前の左の子もイケメン。前の左の子こっちですよね。あ、こっちじゃない。励まり。ウイスキー。よいしょ、4回。よいしょ。横顔大悟だって。なんかさっきからちょいちょい横顔大悟が出てますね。3位の人は。励まる？励まる？ああ、言われてるよ。いじり方雑やないか。多分ね、もう店長は、あの、やらしいんで、モテ話をあんまりしないから。まあ、そうですね。そうですね。はい。1位に行っちゃいます？1位に行っちゃいましょうか。1位のモテ話とか、まあ聞きましょうか。モテ話しかわかんないですけど、あの、学生の時に、なんか都市伝説みたいなの3つあって、僕の知らぬ稲積都市伝説、うん、で1個がなんか僕その時童貞だったんですけど、高2ぐらいですかね。高2ぐらいの時に童貞だったんですけど、あの、なんか俺は学校の女の子100人ぐらい食ったみたいな都市伝説流れて、嘘みたいになって、で2個目が全然彼女いなかった時に、あいつは結構あんな感じなのになんで彼女がいないかみたいな話になって、あいつはホモなんじゃないかって、ホモ説が2個目と、3つ目が、あの、チャリンコでキャバクラ行ったっていう変な説が、変な都市伝説が。すげえな。朝学校行ったら全部本当のやつですからね。いや、全部全部。ああ、全部そう。ああ、間違えた。ちなみに心っ子にアラズンバ。ああ、だからこれ、これニューバージョンが出てる。ニューバージョンだ。初めて生で見た。心っ子にアラズンバ、心得ず。ああ、なんか漢文みたい、漢文の授業みたいな。モテ男は違うね。パターン目ですよ。1個のネタから持ってるんですよね。あの、そうですね。たくみさんはいつ結婚するの？ほら、いい質問ですね。いつなんでしょうね。まだ、罰もついてないですけど、はい。近いうちに。あの、まあ結婚した時はね、あの、はい、名字変えます。ありがとうございます。はい、ということで、一旦このタイミングで CM 行きたいと思いますんで、行きましょう。皆さん、CM、ドン！スドーン！プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。またこれからライブだけどもね、 30% こういう類いね。でも結構フランスからのどうこれ、これで俺もね、じゃああ、うまっ。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。結婚はだからしようかなと思ってたんですけど、まあ今まで人生でね、
もういい年だしね。仁さんから言わせてもらったらやっぱどうですか。いやでもそろそろ結婚考えた方が、はい、いい。あ、ちょっと、あ、ちょっと、よいしょ。なんで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 バレたよ、バレたよ。普通に喋れるとバレちゃったよ。バレちゃった。あの視聴者にあれ取りましょう。はい、もうそろそろ仁さんに喋ってほしいと思っている人、思うテーマ的なその質問とか、うん、うん、そうだね。はい、コメントいただければ、コメントいただければ、仁さんにこういうのを聞きたいですとか、こういうのを喋ってほしいですとか、そろそろよいしょ以外、よいしょ以外、例えばこの曲歌ってほしいですとか、仁さんの初再現聞きたいですね、いいっすね、いいっすね、仁さんの初再現聞きたいですね、聞いたことないですよ、僕。うん、リンさんの初体験。じゃあ その他、ジンさんの初体験お願いします。お願いします。もういい、もう普通に。あ、じゃあね、普通に。何年前ですか、ちなみに。いや、もう、まあ、もういつの時かな。30年ぐらい前じゃん。あ、じゃあ30年じゃない。嘘でしょ。今、何の初体験の話。何歳なの。初体験の嘘なのか、自分の年齢ごまかしたのか。初めて離乳食を食べたんですよ。文明の進化ですよ。すごいっすよ、これ。実は中学生ぐらいですか。中学生の2年生だ。だけど、多分、この世代で中2はめちゃくちゃ早いですよ。早っ。うん、中2ぐらいだった。畳の上で早っ。畳の上で、畳の上で、屋根裏部屋、屋根裏部屋。ネズミ登るまで時間かかるな。登るまで時間かかる。結構大変だよね。大体、うん、ね、布団の上ぐらいで、大体ね、屋根裏部屋。それで、はい、お願いします。まだ続けるの。はい、お願いします。まだ続けるの。場所とか、そういうのは、うん、まあ、その時住んでる自分家で、はい、あの、家庭教師の先生が、お、おって勉強を教えてもらうと思いきや、思いきや、まあ点数上がったら先生の株も上がるじゃん。もうそれを餌にね、まんまと勉強したいね。まんまと勉強して、で最終的にまあ一応まあまあその学区内では一番いいとこを受かって、受かったらやらせてくれるって言うから、受かって本気出して勉強してやったんだけど、結局受かっちゃって、その先生に。食われちゃった。どこで？やば。実家で。いや、でも親とかいるんじゃないの？親だから勉強してるときは、あの、気使って出てってくれるから。集中できる。集中できる。だって、その時中3、高校受かったってことは、まあ、15歳ぐらいですか。で、家庭教師ってことは、まあ、大学生の時だったらやるから、22ぐらいですかね。大学4年生ぐらい。一番いい。うわぁ！そういう時期ありましたね。誰だよ。すげえモテエピソード持ってるじゃないですか。やっぱりもうまた4社に戻そうもん。いや、出てくる出てくる、すげえ。すごいな。ちょっとムラムラしますよ。だって AV とかでなんかある設定みたいな。そういうコメントである。あります。ムラムラだね。もうジン喋ってからもう荒れる荒れる。めっちゃ荒れてるね。先生は何歳？先生22歳ですね。22だったね。たくみくんの初体験聞きたいって言われて、やばいやばい、クソつまんないからやめたほうがいいですよ。ちなみに僕の初体験は19歳です。あ、前回喋ったか。パソコンいじりながら、いやいやいや、こんなやったら頭おかしい。女の子の胸にパソコン置いてくる。クリックバカ野郎って、なんか偽のやつみたいな感じで、このピアノ、マウスがない、マウスがない、バカ野郎を、スタッフ一生懸命探しました。孫先生今日来てもらってました。行きましょうか。コメントで。嘘嘘、マジで来たらもう、ほんとババだべ。ほんにゃ今来たろ。そうか、じいさんのやつぐらい。ここのじゃあ、だって俺が14ですよ。14の時で、25だからでしょ。ってことは、今40ぐらい。今40だ、40越してる。こう言ったら失礼ですけど、クソババじゃないですか。間違えた。お前もほどほどじじいだ。ほどほどじじいって面白いですね。まだまだ若いですか。いやー、すごいっすね。いや、この話、僕もじいさんと付き合い長いっすけど。長いね。初めて。俺も初めて聞いた。なんか話のつなぎぐらいで聞こうかなと思ったのに。思ったのに、これ一番ね、あの、じいさんと今2年ぐらい付き合いしてますけど、今の話、35番目ぐらいの面白いですもんね。結構再開レベルで。結構下の方ですね。34番目知りたい。知りたいですね。36番目も知りたいですね。知りたい。いや、本当だけど、ケイマさんよりも全然面白い。当たり前。当たり前。当たり前だと。先週出てんだぞ。あ、すいません。今見てるかもしれないですね。しかも投票で2位だったんだぞ。俺最下位だった。チョコあげたくない。誰ももらえなかったってやつですよ。バカ野郎って。本当にもう昔は世の中の女の子どこ見てんだって話ですよね。しかもケイマこの前俺の脇ぐらいでさ、なんか誰かと電話しながらさ、いや俺予想投票で2位だったんだよね、2位だったんだよってめっちゃ嬉しそうじゃねえって。もう殺してやろうかな。生きてる。
あとで罰を加えましょう、あの人には、はい、そうですね。ねえ、あれたまに雑だよね、たく、おい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 、やめてくれいつもです。いつもじゃないっすよ皆さんにね、しっかりね、愛情をね、こう注いでるんですよ。凝っているのは店長いじる時ぐらいです。いや、なんでですか、なんでですか。めっちゃいじってきますから。全然。おっ、ニコ生から LINE 来ました。マジで。はい、あります、ありがとうございます。おっ、じゃあムカつくからその話スルーして、はい、いや、あ、ダメですか、あ、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます。すごい、ないな、ちょっと待って、みんな一斉に LINE を確認して、ないないない、やべ、ライン終わったら返信するんで、ありがとうございます。ありがとうございます。番組終わったら、はい。あ、すいません、いいな、いいな。来てない。ないですね。来週から出るのやめます。なんでそうなりますか。なんででしょうか。メイン MC は滝尾寮に変わってもらいます。勝率めっちゃうなぎ登りやますか。逆です、逆。下がる。関西の話しかしない。誰もわかんないから、試合にしかわかんないです。関西では。関西だ、それが普通そう。この代表のモノマネするとクオリティ高すぎて本当にイライラする。本当にイライラする。てるクオリティ高すぎて。ということでね、あので今回が3回目で、来週がもう最終回なんですよ。そうですね。はい。あのなのでちょっとね、あの皆さん、まあコメントとかでよければなんですけど、あの最終回、この人見てみたいとか、この人出演してほしいですっていうのを、いいね、ちょっとコメントでいただければなって思ってたりもするんですよね。それはあれ、うん、S コレクションの中でどうしますかね。まあシャンパンコール自体がレイズなんで、じゃあ、うん、シャムシェイドは無理。シャムシェイドの話をしましょうか、来週。そうだね、はい、じゃあシャムシェイドゆかりない、ない、ない、やりたい、やりたい、ない、ない営業はね、いっぱいやりますよ、営業やからな、2時間ぐらい、うん、居酒屋行ってやりましょう、本当に。はい、じゃあその投票で S コレクションの中で、 S コレクションの中でいきましょうか。出てほしい人、この人出てほしいなっていう人で、あの投票数が高い人を来週最終回の時に出そうかなと思ってるので、ああもう早速もういっぱいコメントきてます。ああ、そうですね、まあ、多分あと俺と匠のね、独断の偏見で、はい、あとはそうですね、僕が好き嫌いがあるんで、例えばまあ日向さんで出てるのは消すんで、あの人は出さないんで、泉さんはあの怖いんで出します、はい、あの投票数が多かった場合。ニコ生の人に泉さんっていうのと日向っていうワードは NG ワードですね、はい、そうですね、そこだけ消えるようですもん。日向さんですね、日向さん、めっちゃ人気ありますね。ひなた嫌いなのって出てる。あ、好きです、好きです、はい、じゃあ、ジンさん出そうかって、どっから目線やプロデューサーみたいな言い方してますからね。やっぱ社長とやっぱ人気ありますね、ジンさん。ひなたすごいね、すごい。俺、ひなた君、別に嫌いじゃない、普通だな。あ、普通、あ、普通、なんかそれも微妙だな。いや、それは番組なんだから、いや、でも俺も普通だな。普通ですね、それはもう。え、ひなた君、誰誰君、あ、どっちでもいい、通信簿で、あったかい、あったかいとこじゃない、ひなた、ぼっこで、あったかいとこが欲しいの、皆さん、ぼっこさん。あ、リュウジさん出てますね。ひなたいなきゃ見ない、あ、それも困るな、困るな。これ、ひなた自分で、だけケイ君みたいな、あ、ケイ来てる、ケイ来てる、ケイ君来ますよ、今誰だよ、このひなさん推し、すごいね、すげえな。京介さんは、京介さん出ますよ。なんか出るのってあれ、どういう意味、あの、出るのそのなんか下がったトーンのやつが、やばいみたいな感じですか。日向の腹筋が綺麗すぎる。誰だよ。見たこと、これ絶対本人でしょ。やばい。パターン。これさっきリアルに最近あの自分であのこうやって上半身上げて鏡見るのめっちゃ好きですから。今見ながらこれ。見ながら。いや6つぐらい今割れてるんですよ、本当に。あ、本当に。すごいね。あ、ほら6個割れてるって今出てるんですけど。ほら絶対本人じゃないですか、これ6個割れてるとか。あ、レンさん。あ、レンさん人気あったと思いますね。ああ。日向さんの人気が半端ないな。すごい。タクミとシャムシェイドもいいんだけど、ケイとラルクアンシェイドを30分喋るもいい。それは僕いきます。それは僕いきます。一番初期のアルバムから聴いてるわけね。ティアラスか、デューン、デューン、ヘブンリーとか。ヘブンリー、あー、いいっすね、いいっすね。あ、ごめんなさい、そっちの話題になっちゃった。やばい。30分前ということで、じゃあ休みます。日向は出します、出しましょう。で、それ以外に関しては一応後でコメントをちょっと見てから、集計を出そうかなと思ってるので、じゃあ3人から、じゃあ最後5秒ずつぐらい、はい、はい、お願いします。宣伝お願いします。あ、来た来た来た。やばい。よっ、なっぴゃーどぅえぇー、来週もお願いします。先
まで使い込んだ仮面をやめ、キャラクターに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。